皆さんこんばんは。ジョネドラタムスウィークエンド。今週も人類滅亡。<ー>はい、滅びそうになってきました。そうなんですよ。すやばいですね。はい、大変なことになってきました。大変ですよ。まあぶっちゃけ言うとね、はい、あれにまあ人類滅ぼすほどのパワーはないんですけど、はい、まあ人類側の反応がですね。 えー、自滅モードに今なりつつあります。はい、これね、あのいわゆるデビルマン効果と言われてますね。デビルマンですか、うん。デビルマン知ってます？知らないです。裏切り者のあのあ曲を知ってますよ。あのアニメでやってたデビルマンじゃなくて、はい、えっとまあ漫画の方ね、長井豪さんのあの書いたデビルマン。もしくは今ね、はい、ネットフリックスでやってるね、デビルマンクライベイビー。 はい、あれ見てほしいんですけど、はい、あの状況ですよ。僕ね今日「ヤイスイブニングラボ」のメールマガにも書いたんですけど、はい、あのデビルマンのね不動明っていう主人公なんですけど、はい、親友の飛鳥カリっていんですよ。っていうんですよ。この飛鳥涼はね、まあ、ちょっと誰か言っちゃうとネタバレするんで言いませんけど、はい、この飛鳥涼の名言があるんです。デーモンによって殺される人数よりも、はい、人間同士が疑心暗鬼になってあの殺し合う人数の方が多いんだいあまさにそれです、ね、まさに。 このアスカルヨの予言が当たっちゃいましたね。ヤバいですよ。はい、はい。で、そうならないためにね。はい。もうあの日本政府決断しました。はい。回れ回れ <laughs> ううで、ね、メリカウランということで、<laughs> はい、久保田震のさん、ロングバケーションなっちゃいましたね。なってしまいましてですね。で、これね、まあロングバケーションするってことはよ。はい。 まあ小学校低学年の子も含めて、まあ、幼稚園もそうらしいから、はい、そうするともうあの行くとこないじゃんないですねで幼稚園に行ってる子はまああの基本的にお母さん、まあ、家にいる人だと思うんでいいんですけど小学校低学年の子はあの特にね1年生とか2年生とかあたりはついこの間まで保育園に行ってた子も結構いて、はい、で共働きでね学校預けてその後学童行ってそんで仕事が終わった頃に迎えに来るみたいな、はい、そういうサイクルで動いてる人も当然いるわけですよ。はい だからロングバケーションを要請するのはいいんだけどそっちの手当を十分にねそのなんか言ったのかっていうのでそうですよね,そうでね昨日の安倍さんの会見の動画とか確認しようと思ったんですけど、はい、ネットにないのよないです,、ね、すげえ探したんですけど、はい、あのロングバケーションを要,要請しますっていうところだけ切り取られてて、はい、でその当然学童とかで困る子いますからこれからこうでみたいなことを言ってるかなと思ったらそこ一切ね まあ、配信されなないいとううかかかか言ったかどうか分かんないんですニュースになってないところを見ると言ってないのかなと思うんですけど、はい、実際のところはこの会見動画をちゃんと見てみないと分かんないですねんかね。でねあの千葉市の熊谷市長とね、はい、それから大阪の松井市長はねもう早速あ松井市長か今ね知事じゃなくてね、はい、市長はですね早速あのもうあの声明というか出してましてあの学校職員は あの基本的には出勤して学校にいますので、うん、あの共働きの方でねあのお子さんあの家に置いていけないって人は学校連れてきてくださいと先生が学童みたいなことしますからってことを早速言ってて一番最初にね松井さんが言ったらしいですその次は熊谷さんだったらしいんですけど、はい、俺昨日ツイッターでめちゃくちゃ褒めて,、ま、褒めておきました<お>すごいね即断即決で、はいうん、他のねあの、まあ、あの知事さんとか市長さんとか見習った方がいいですよ、はい、小池百合子見てるかお前。 本当ね、ねとっととやれこういけって感じですよね。<laughs> 本当安全より安心がとかわけわかんないこと言ってた。うこういうことバンバンやってもらわないと困るなと。派遣の方も困りますよね。そう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 、でね、あのいろんな、まあ、例えばその病院の看護師さんとかお医者さんとかも。はい、共働きで子供預けてるとか。 結構いると思うんですよね保育園は休業しないんでいいんですけど小学校低学年で学童を預けてるなんて人は病に出勤ででできないすすよよねそう医療体制崩壊しちゃうじゃん。って感じなのに今日は萩生田さんがね今日かな昨日かな今日か萩生田さんがですね文科大臣が学級閉鎖になったらそしたらなるべく家にいてくださいみたいなこと言って「いやだからさ」と「いやだからちっちゃい子どうするの?」みたいなどうするでそこもねでも一応動画調べたんですけど「なるべく家にいてください」とか切り取られてるんですよ。 で「学童行ってる子は?」とか言ったかもしれないんですけど言ってないかもしれないし分かんないの今それが。なんでちょっとこれ不要意ですよね先にあのなんかもう学童って言っちゃうかあのそのそ休校でなるべく家に学童ね 学童の子とか困ると思うけどとかも、はい、あの10秒に1回ぐらい学童って入れて切り取られないように言うとか,、はい、か工夫しないとそうです、ね、萩生田さんねそうなんかねそのなるべく家にいてほしいみたいなことを言っちゃったみたいなんですよね、はい、いやでもそ,そ,、ねね、そもそも共働きがこんなに増えたのは、まあ、世界的な傾向なんですけど、はい、まあ昔みたいにねあの要は専業主婦の旦那っていうのがいなくなってきてるんです、はいで。専業主婦のの旦那って何かというと稼ぎのいいいう稼ぎ人ね うん、で、バブル崩壊以降ほら、稼ぎがだんだん悪くなって、はい、みんな共働きなのアメリカもそうなのね。あそうなんです、うん、アメリカもね、千九百五年代60年代のドラマ見てもらえばわかる通り、はい、奥様は魔女なんてほら専業主婦じゃん。そうですね。こう、鼻をこう。どうやっての?。<laughs> どうやったんです?。ああ、そんな、そんな感じで、そす、はい、そうです、そうです。それで今もう水ばしゃーってる。<laughs> ですね、そう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 な感じですねなので、あのーまあ、アメリカもだから専業主婦がメインだったのに、はい、まあ80年代90年代かけてもうあの、ね、企業の合併倒産リストラ、はい、結構相次いで,でもうほとんど今共働きのご家庭になってしまったと、はい、本当共働きじゃない家なんていうのはね僕の友達のマウリクみたいに、ね、心臓外科医ですみたいなね。そう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 そ人はあの専業主婦まそいますけど、はい、ほとんどの人がねみんそう働きです今。そうです これも全世界的にそうでそういう状況を踏まえてねやっぱ萩生田さん言ってもらわないと逆にそれ言ってるんだったら切り取るんじゃねえとか言ってツイッターとかで言ってもらわないと困りますよねなのでロングバケーション結構なんですけどどうやって手当てするのかってう問題でうねも全国が千葉になればいいと思いますねもしくは大阪になるか西日本は全部大阪になって東日本は千葉になってしまえば。 思いますすね1ヶ月だけそうなんですよ、はい、でよこういう時こそね普段福祉福祉人権側とか言ってる左翼が活躍しなきゃいけないのに、はい、世田谷自然左翼のああの、えー、まあ、あの狩猟ですよ、はい、狩猟様、はいえー、全く動いてるのか動いてないのかよくわからないですか、ね、いやでも動いてるかもしれないあの興味もないんで調べてもいいんですけど <laughs> 動いてたらすいません、えーはい、ぜひ動いてください世田谷自然左翼ね、はい、今こそ頑張る時なんですけどで,すでも世田谷自然左翼はねこういう時ね、まあ、結構だからほら要はその。 休業とかしても困んない人に多い人多何でも止めちまえとかいうのはそれあなた貯金いっぱい持ってるから困んないから言ってんでしょみたいなのがちょっとあるのでやっぱりね飛鳥オのね、はい、あの言葉を思い出してほしいんですよ、ね。デーモン自体に殺されるよりも人間同士が疑心暗鬼になって殺される人数の方が多いと。つまりあれには人を殺す能力はそんなにないんです。はい大体かかっても8割 治るんですから。普通に寝てるだけで。特に子供は死んだ人まだ誰もいないですか。あのあのホットゾーンのあの街ですらまだ亡くなった方子供ではいないそうです。いないんですか。はい、いないそうです。なので子供はまあ基本的に大丈夫。まあでもあれ当然具合悪くなりますよ。なるんですけど。あだからほらあのテレビでね検査してくんないとか騒いでた親をね日本テレビのやんとどっかのテレビでもすげえ同じやつなんですけど取り上げたんですけどあれダメですよ。うんあの逆にねそんなあの肺炎になって治んないとかいう時はあれ以外の病気受けった方がむしろいいっていう感じ。 なのであれだけに頭いっちゃうと逆に子どもの命守れないですからねもうそういうちょっとねリテラシーのないことはぜひ勘弁していただきたいんですけどまあそういうことで人間同士のね潰し合いつまり経済がダメになってそれで亡くなっていく人が増えちゃうとそうそうそうああいうねことをねもっと真剣に考えなきゃいけないですし政府はね多分休業保障しなきゃいけなくなりますよこのままだと休業保障の財源はって話になってそんでまた増税とか言ったらもうこれね革命起こしていいと思いますよは。 yeah それはもう増税じゃなくてね、あの震災、ええ、まあ震災っていうか、復興国債ね。復興国債の日銀直接引き受けかなんかでやるべきですよね。うん、そうすると、多分まあ世の中のモード変わっていくかなと思うんですが。まあね、その、人間同士のコロチア、えかなりのところまで行ってまして。そうなんです。ないやがら、どう。大変ですよ、もう。毎日毎日ないやがら。ないやがらですよね。本当ね、あの昨日ニューヨークダウがですね。なんと、1190ドル下落という。おお。ええ、まあ、前に言ってた第二フェーズですよ。はい。 はい、ねえここでも言ってましたよねずっとね言ってましたね第一フェーズ終わって要は人類滅亡織り込み終了、はい、でもその次はまだ来てないよって俺ずっと言ってましたよね言ってましたよね,でねでこれやいせいみになるのもずっと言い続けたんですよ、はい、第二フェーズはまだ完全に言ってないと下げが足らねえとはい ね、もうちょっとこう虐殺モードみたいにならないとこの下げね株価の下げ <laughs>、はい、ダメでで今やっとこれでねニューヨーク株はね最高値から10%調整ですおなるほど、うん、まあでもこれはまだ地獄の入り口かな入り口ですかうんまあ詳しくはですね <laughs>、えー、ちょうどこの動画がアップされるタイミングでですね、はい、ジョネ・トラダムスからの秘密のメールというのが 出てるんですよヤイブニングラボから今日はもう絶対500円以上下がるの目に見えてるので今週3回目ですね、これね多いですよね、多いですねそれ出す予定なので読みたい人は48時間バックナンバー読めるのでヤイスイブニングラボの方に来ていただければね、あの下に、ちょっと URL でも貼っといてもらいますので、貼っときますので、ぜひ来てもらえればと思うんですが、まだだから10%、調整局面、やっと調整局面、入り口かなというところで、日経平均もですね現在ですね、ちょっと今現在ね、 えー、今現在です、ね、700円安ぐらいですかね<ー>のところをまあ底買状態でいっていると、はい、でドル円相場もねあの1ドル110円はついに割りまして109円40銭ということなんですが、はい、あんままり崩れてなないかだ大丈夫っていうかあの通常こういう時ってものすごい円高になるんですけど、はい、あのそんなになってないっていうことは、はい、まあ日本の当局もある程度は。 ね、昔よりは信頼されてる。なるほど。昔よりはで、誰に比べてかっていうと、政府が民主党政権で、日銀総裁が白川正樹の頃ね。ああ、なるほど。<laughs> まあ、これに比べて、信頼されない人っていうのは、もうね、多分ね、<う>恐ろしい。だめですね。恐ろしいやつです、ね。<laughs> ええ、多分ね、<laughs> はい、まあ、そうね、総理大臣が、多分、まあ、そうですね、誰になるぐらいかな。総理大臣が自民大西ぐらい。ですああ、ね、大変。総理大臣自民大西で。はい 日銀総裁、タコ八郎さんぐらい,のぐらいだったら<ー>あでも逆にここ、俺期待できますね <laughs> <laughs> 何でもやると思うんで確かにそれ以下、ですね白沢とか、はいえー、民主党政権ってだからもうあれよりも期待されるってなかなかないので、はい、あの時のあのリーマン・ショックの時のドカーンに比べれば為替市場はまだ、まあえー、温当なところで,、はい、で株価の下げはほぼアメリカ株に連動しているので今ほら、シンクロ率が。 シンクロですかねこう高いの、ね、んな感じでまあシンクロして下がってるだけかなみたいなふうには見えるんですけど <laughs>、はい、まあどうかなとい,やいつ終わりますかねこの下げがいつ終わるかねこれ分かったらね俺ね多分億万長じゃないと思うんです <laughs>、えー、これ分かったらね本当にもうね多分数百億円の なと思います日経平均の先物ねレバレッジ25倍かなんかでドカンといってね怖いですそれはドカンといってもしこれ結果分かってバックトゥー・ザ・フューチャーみたいにねあのそうそうそう老人になったビフが持ってきてくれたじゃないですかありましたねあれ持ってきてくれないかな誰かな老人になった俺自身がデロリアン乗ってこう持ってくれば大金持ちになるんですけどこれいつ反転するかって分かんないのがねこれ「神のみぞ知る」なんですよねねねただ問題は 残ってます。あ,<ら>あのニーチェ、はい、ニーチェですよ、ニーチェ。わかります。ニーチェわかります、ええ。神は死んだ、はいええ。という状況でね。なんかね、ちょっとあの逆進たちのさえがないんです。いやー。ね、ええ、ちょっと外してるんですよね。はい、ええ、某逆進はただの株好きのおっさんみたいになっちゃってますし。しえー、そうなんですか。あとあの、まあ、八重洲でね、前から言ってた秘密の逆進、はい、今ちょっと神通力かなり落としてるんです。はい われわれの守り逆信と言われている、ね、バラ様、バラ様って元財務官だった榊、はい、原英介さんというです、ね、ものすごいもうあの日本を多分ね、猿の下で支えている神様です彼が1ドル100円割れと言ってくれれば、はい、もうドル円相場一気に安くなります。<laughs> ばバラ様の1ドル100円割れがいつ出るかってことを今、待ってるんですけどバラ様ま、だちょまだこのタイミングじゃないと思ってますね、必死で検索してるんですけど、というか、まだ調べてないんですけどね、この後調べますけど、多分まだ出てないです、出てたら今頃ねもうねツイッターが大騒ぎになってるんで、ついにバラ様氷降臨みたいな感じで、天はわれわれを救いたもたみたいな感じなので。 で今だからバラ様が天の岩戸の中に入ってしまって逆進紫とかも、ね、今人通力落としてるんですよ、はいはい、紫は、ね、あの高橋譲線との,、ね、あの黄金コンビを解消してからなんか切れがないんです予言に、えー、なかなかこう外れたんだが当たったんだがよくわかんないような予言ばっかりしてるんで、はい、もう完全に外すなんかリスク取ってほしいんですよ1ドル50円とかね <laughs> どっかーみたいに行けば <laughs> もうそしたらもう、ね、AT フィールド全開みたいな感じなんですけど。<laughs> なかなかねちょっと神が今、エヴァンゲリオンもみんな乗れなくなってるんですよ。進行率下がって、シルドレンタスもうなんかちょっとあのはいあのアスカみたいなもんですよあの精神攻撃くらった後のアスカみたいな感じだとみたいなだからやっぱママみたいなママ私はエヴァンゲリオン乗れるもんとか言って。 飛んでちょっと大暴れするような状態がまだ来ないんですけど、まあでもそれでやけ起こしたら最後ね量産型エヴァにやられちゃってますからね。よくわかっ、量産型エヴァ13機来ちゃいますからね。13機ある。でやだサードインパクトですよ。はい、だからそうそうそう。確か13機だったと思う。13機13機あ12機だったかな。えっと量産型エヴァって確か6号機からだと思うんで、6号機から13号機までだったかな。えまあ忘れてたう何機かわかんないですけど、えまあとりあえず私乗れるもんとかなればね紫が紫がもう 眼帯,ね、眼帯して乗れるかどうかってもうちょっとね乗れなくなっちゃいましたね、はい、えー、あしんじ君がいなくなっちゃったんで、はいえー、高橋しんじ君という高橋常賛さんですけどしんじ君とのちょっとペア解消したらねちょっと乗れなくなっちゃったんで,ななたんですね。なて今ねちょっと神なき神なきその相場になってるんですよ。はい ねえ神々が今いないので、そうするともうどうしたらいいかと。はい、まああと他にもロイター七逆進とかね。いるんでヤええ、ヤオヨロズの逆進とかいるんですけど、はい、ロイター七逆進もねちょっと綺、ね、麗がないんですよらら最近。でヤオヨロズの虐信というのはねこれね日経新聞のコタツけど。<laughs> そうなんですか。ヤオヨロズもまあまあ今だからヤオヨロズぐらいかな。 うん、多少だからいいのがねだはね、い、今日八百万騒いでるので、はい、ちょっとまだ方向感が出ないんですよね。なるほどこの後もう100年株安とか言い出すとこれも反転の兆しっていう感じなんですけど神がねちょっと今見えにくくなってます神が。はい 神神どこ行っっちゃたんですかだから今追っかけですけどね必死で今八重洲イブニングラボで神の行方を探してるので随時神の行方を更新してるのでご関心ある方はぜひ八重洲の方に来てだければここでもちょっと言いますけどねちょろっと触りるんですけどとりあえず今神は行方不明そして守り神バラ様は天の岩戸の向こう側にいるのでこれもうみんなで大ダンス大会でもやらなきゃいけないですねバラ様をこうねもう引っ張り出すためのエホエホエホ。 やらないと、はい、よっしゃよっしゃ、そいやそいや、やらないとダメかな、<laughs> ど,うど,うどうぞどうぞとでね、バラ様がこの間、神なき状況になってね、今ね、はい、ちょっとね、やばいことになってるんです<ら> これねあの、有効求人倍率ね、はいえー、なんとねえー、怒っちゃいまして0.08ね<ら>1.49、えー、というふうになってしまったんですよ下がりましたね下がっちゃったんです、はい、でねえっ、ー、とね僕が気にしてるのはね大卒の有効求人倍率なんですけどリクルート総研かなこれなリクルート、えー、ワークス研究所だ、はい、えのね今年の2020年3月新卒のね、えー、大卒の有効求人倍率1.83%、はい。1> 1. なんですよ。でね、去年1.88だったんでちょっと落ちたんですけど、はい、一昨年よりはまだ良い感じです。<ー>来年これがどうなるか。どうなるんですかね。でね、参考までに言っておくと、え、はい、私がですね、えー、まあ社会人になった1993年3月卒の有効求人倍率は1.91だったんです、はい。今より高いんです、ね。今よりちょっと良かったんです。<ら>超売り手市場。はい、だからえっ、ー、と今年の新卒は多分まだ売り手市場。 ちなみにね私の前の年ね、えーえー、1992年卒の新卒の有効求人丸さんなんと2.41<ー>その2.41の真っただ中で私は就職活動してたわけです彼らがだから4月に内定決まってその2.41のまだ余韻がある中就職活動してて<ー>出来上がりで1.91でしたと。なるほど ででその次の次年はなんとまで下がっっちゃったつらいですねでこれがあの前に言った私目撃者ですけど、はい、私がリクルーターやってた年なんてよーく覚えてるんですけど、はい、内定者半減ですよ町銀はじめね、まあ、伊藤忠商事もそうだった、はい、友達からのね証言あったでしょもう大体大企業をおしなべてここで半減させちゃったの、はい、でちょうどねその頃の採用活動ですねここから大体5年ぐらいが悲惨なんですよ2000年ぐらいまでがだんだん下がったんですね、はい、2000年の頃はこううこから10年だな、はい、えっとね有効求人倍率がね一時的にねえっ、ー、と2を超える のってね、はい、あごめんなさい、1.6とかぐらいまで戻るのって2008年なんですよね。結構かかりました、ね。1年ぐらい。うんはい、だからちょうど今のだから30代後半から8040、えー、代後半ぐらいの人たちってものすごい今だから薄いんですよ。はい、戦力的に。 でこれでどうもなんか大企業はすごい反省してるらしく、はいえー、新卒を極端に絞ったりすることはないだろうとこれは飯田康之先生がね、はい、明治大学准教授のね飯田先生が言ってて、まあ、前回のこバブルの時の採用絞りに相当懲りているということで、はい、新卒はいいけどでも逆に中古年のリストランは進むかもしれない,いななるほど、まあことをおっしゃって、はいえー、いますあというかそれは中古年のリストラだと僕は考えたんですけど多分そっちだろうなということがあるかなということで、まあ、今年はいいんですけど、はい、来年ぐーっと絞られる可能性が なきにしもあら怖いですね。怖いですよ、ね、増税とあれの影響ですか。増税あれ、そしてまあ循環的な在庫のね調整もまあここに来てますし、あとこれ政府の対策はね、だ、はいたい遅れるんですよ。はい、政府が目覚めるのって半年後ぐらいだったりするので。そうなんですか。そうなんですよね。ねそういう関係でいうとね、今ねえー、とアメリカのねえー、FRB に関してでね、はいえー、市場ではですね、えー、まあ FRB の利下げ観測ってのは急速に高まってるそうです。はい、ただねこれね市場がクレクレモードになってるだけで、FRB はまだ何にも言ってません。そうなんですか。FRB の現時点の彼らのポジ。 こ、はい、今年の10月で短期の国債の買い切りオペレーションやめまますいいうは言ってしたねやめますという引き締め宣言をまだ出しているまんまなんで何もないんですけど市場が今今クレクレモードになってきました、はい、今そうですよね、はい、で日本市場も基本くれくれモードでさすがに何かやるだろうと思ってるからまあ1ドル109円ぐらいっ止まってるんですけどこれ本当何もできないもしくはなんかもう政局になっちゃってもうあの安倍政権が何もできなくなるみたいな感じになると日本経済もかなりやばくなる恐れがあります。 何かしてほしいですね結局アスカリオンの言葉に戻るんですよ、はい、デーモンに殺される人数よりも人間同士の殺し合いでね、はい、疑心暗鬼で殺し合いで死ぬ人数の方が多いんだということでこれもう本当に、あのーまあ、経済の方でむしろ、ねえー、あれよりも、ね、あれよりも経済の方で、まあ、大きな問題が出てしまうそれってすごく高まってるなというふうに思いますね。 香港は一人14万を配るって言ってました、ねはい、ああ、そうですね。定額給付金みたいに聞くんでやった方がいいと思いますね。はい、はい。それからね、あともう一つの数字ね、失業率の方の統計も出てまして、はい、えこれ労働力調査ね。で、失業率がですね、えっと0.2ポイント上昇しました。2.4%になりましたということです。ま<ー>ただね、就業者数は一応前年同月比で59万人。 増えてます、はい、それから雇用者といってね、これ、サラリーマンね、雇われて働いてる人の人数は、えー、と64万人増えて、去年の同月よりも64万人増えてると<ー>でここは一応、85か月連続の増加、はい、ということです。それから、完全失業者数そのものはですね、えー、まあ7万人ね、前年同月に比べると7万人減少なんですけど、はいえー、失業率自体は前月比で、えー、0.2ポイント上昇ということで、ちょっと雇用が曲がり角にきつつそうううででですすねまだ悪いいいととほどはながちょっこそうですね。 これが悪くなっちゃう前に何かやらなきゃいけないでも何かというのが何かわからないしそれがいつかもわからないこれを知るのは神のみいや神早く来てはい逆の方から来ます常にこっちこっちで待ってるとこっちから来ますからこう待ってると後ろから来るっていう神は常に逆の方から来るので本当にね今ね「エヴァンゲリオン」に乗れなくなったチルドレンたち見てる過去の放送目覚めるお前たちのね お前たちのこのこチルドレンとしての,そのね本質に目覚めてほしいなとね紫、株好きのおっさんいろいろいますけれどもねもうまさに神頼みということで,来,そうですね来週まで人類が生きていられるかどうかね来週まで滅亡しないことをまあ切に願ってですね今週終わりにしたいと思います。また来週